ニコンニコンニコン一シリーズニコン一ボ 1V1 ニコン一 j 1ニコン一 j 1ニコン一はニコンがかつて販売していたレフレックス方式のファインダー光学系を持たないレンズ交換式電子ライブビューディジタルカメラであるいわゆるミラーレス一眼カメラ等と呼称されているカメラと同様の構成だがニコン一展開当時のニコンはミラーレス一眼という語は使用せずレンズ交換式 アドバンストカメラとしていた。ニコン Z 発表後はニコン1もミラーレスカメラとして扱われている。この構成のデジタルカメラへのニコンとしては初参入となるシステムシリーズである。ネーミングにはデジタル時代にゼロベースで全てが新設計された全く新しいシステムカメラ、つまり0から1を生み出しデジタル世界を牽引するという思いを込めている。 イメージセンサのサイズは 13.2mm、8.8mm のフォーサーズ系より一回り小さく1型センサーより少し大きい新フォーマットの CX フォーマットである。マウントも新設計の2コン1マウントである。このイメージサイズでのレンズの画角のいわゆる 35mm、換算は約2.7倍である。このイメージサイズとマウントにより 十分な描写性能を確保し、かつレンズを含めたカメラシステムの小型軽量化を実現したとしている。手ブレ補正機能は、同社デジタル一眼レフカメラ同様、レンズ側に搭載している。従来の F マウントのニッコールレンズを使用できるマウントアダプターも純正オプションとして用意されている。カメラ本体性能の特徴としては、2013年2月までに、 発売されたすべての機種が撮像面に一層差 AF センサーを内蔵させたハイブリッド AF となっている。このため、コントラスト AF のみの機種と比較して動体に対する AF 性能が良好であり、連射速度は全フォーカスポイントでの AF 追従で5コマ、秒、中央一点固定に限れば10コマ、秒と、同社一眼レフカメラ中から上級機に匹敵する。また、AF 固定の場合は、 最大6コマ、秒の高速連射が可能である。撮影モードの特徴としては、蒸気 AF 性能を活かした機能を採用しており、シャッターボタンを全押しする、付近最大20枚を自動連続撮影し、ベストショット5枚を記録する、スマートフォートセレクターや、静止画スロードが音楽を一体記録する、モーションスナップショットなどが挙げられる。2018年7月時点において、 ニコンイメージングのサイトからニコン1シリーズのカメラボディがべて旧製品のカテゴリーに移動しており、事実上の開発終了となった。電子ビューファインダー搭載の V シリーズと非搭載の J シリーズ、S シリーズの3シリーズのラインアップとなっていた。カラーバリエーション及びレンズキットへの付属情報は、日本国内販売のものを記載。防水モデルであるニコン一オータムウィンターシリーズ、専用レンズ。 非防水モデルへは装着不可能。2011年9月に J1、V1 が発表された際に、すでに発表、発売されたもの以外では、マクロレンズが参考出品されていた。なお、純正以外のマウントアダプターも存在し、これらを使うことで純正及びその互換品以外のレンズでの撮影も可能となるが、純正品以外は、ニコン1に内蔵されているシステムが使えないので、 使用には、ある程度の割り切りが必要である。ニコンミラーレスカメラ製品一覧より2011年9月21日付、プレスリリースより、ハットナインニコールレンズなど一部を除く。ニコンが、ひっそりと、ニコン1シリーズの販売を終了。フルサイズミラーレス機投入への不責化インギャジェット日本版2011年9月21日付、デジカメウォッチ、ニコン。 ニコン1の発表会で7本の新レンズを参考出品ニコンイメージングジャパン HP よりありがとうございます。